レバークーゼンさん、33戦無敗でドイツ史上最強の無敗記録を樹立。ここまでリーグ戦22試合を消化し、18勝4分けの勝ち点58で首位に立つレバークーゼン。17日に行われたハイデンハイム戦を2-1の勝利で飾り、今シーズンの無敗記録を32に伸ばしたことで、バイエルンが持つブンデスリーガ記録に並んだ。新記録樹立に向け負けられない一戦に、2対1で勝利し、今シーズンの無敗記録を33に伸ばしたレバークーゼンがドイツ新記録を樹立した。名勝者ディアロンソ。冷静に考えてやばい。選手で変わるチームをたびたび見るが、監督でここまで変わったチーム初めて見た。バイエルンとかじゃなくて、レバークーゼンでこれやってるってのもえぐいよね。降格圏だったチームを上昇軍団にしたシャビアロンソえぐい。レバークーゼン強すぎ。バズってて草。ブンデスハラン。いつかマドリーに監督として戻ってきてくれ。どのリーグのクラブにしろ、33戦負けなしはすごすぎる。このまま頑張って、伝説になってくれ。ここまで来たら無敗優勝してほしい。